プロフィールをご紹介いたしましょう。ルーピニとはどういう意味ですかとよく尋ねられるのですが、お釈迦様がお生まれになった花園の名前のことを言います。名前の由来にふさわしく、保育園の園庭はきれいな花や木々でいっぱいです。異年齢で遊び、自然とゆったり触れ合いながら様々な発見をし、思いやりの心も育ちます。教えることに感じる保育を大切にしていきます。そして元気な子、考える子、優しい子、豊かな子、自分が大好きと言える子を目指しています。また郷土占いを愛する子どもたちを育てたいと願っています。今日はキラキラのポンポンで元気いっぱいに踊ります。どうぞご覧ください。それではルーピー保育の皆様、よろしくお願いいたします。録画の みんなニコニコでやらせてしましょう。ポンポンを置きます。出されてそれではポンポンを持ちます。
同じじゃない。バカちゃんの体のためにバカちゃんの体のためにバカちゃんの体のためにありがとうございました。それでは、はい。
皆さんね、あの記念撮影しっかりね、お子様の写真を撮っていただけたらと思います。本当に元気いっぱい可愛らしかったですね。ありがとうございます。しっかり写真に残していただいて、しっかり前向いてくださいね。しっかり前を笑顔でね、お願いいたします。本当に笑顔いっぱい、素晴らしいステージでございました。どうですかね、写真撮れてますかね。しっかりね、写真残してくださいね。どうですか、大丈夫ですか、ね、手を振り返したりね、客席に前と後ろ、これ大丈夫ですかね、どうですかね、うん、後ろまで映ってますよね、しっかりね。あ、いいですね、撮られてる間もしっかりとキラキラ輝いてますね、素晴らしい。大丈夫でしょうか。はい、ちょっとお名前を ね、最後にね、お聞きしましょうかね。お名前をお願いします。すずです。すごい元気がいいですね、皆さん素晴らしい。じゃあ前の、ね、列に行きましょう。それ大事です。話し終わりです。まさきゆうとです。みなきなゆうなです。なあこえです。みなきばさです。こいちです。なあさあるです。ちんたきだちんたきだみなんです。まわたみなにです。嫌いまみです。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかみんなあれですね、緩急とかもあって面白いですね。ね、ドミニオン学園の皆さん素晴らしかったと思います。本当にね、もう一度今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。会場をしっかり盛り上げていただきました。皆さんありがとうございます。皆さんね、じゃあね、怪我ないようにね、気をつけて、あ、先生についてね、ありがとうございました。